シャルロットカシラギシャルロットマリー・ポメリーヌカシラギは、モナコ公国の人物。父は、イタリア人実業家、ステファノカシラギ。母は、モナコ公女、カロリーヌ。母方の祖母は、ハリウッド女優のグレース・ケリー。兄に、アンドレアカシラギ。弟に、ピエールカシラギ。イフ妹に、アレクサンドラ・フォン・ハノーファーがいる。なお、カシラギ兄弟は、末妹。 アレクサンドラを除いてプリンスおよびプリンセスのタイトルは持っていない。パリ・ソルボンヌ大学で哲学の学士号を取得、フランス語、英語、イタリア語に精通。2012年、彼女がグッチの新たなイメージモデルとして就任する。2011年より俳優ガッド・エルマルと交際しており、2013年に長男・ラファエルを出産したが、2015年に破局した。 エルマレとは結婚しなかったため、ラファエルは、モナコの好意継承形を持たない。2017年より、映画プロデューサーのディミトリ・ラスサムとパートナー関係にあり、2018年に、次男バルタザールを出産している。その後、2019年にディミトリと結婚した。バルタザールは出生後に両親が結婚したため、イフケイと異なり、モナコの好意継承形を持つ。 ありがとうございます。